ルスのウォードが頭部支給代走を送られ途中交代。タイガース76エンゼルス、日時間1日アナハイムエンゼルスのテイラー・ウォード外野手が6月30日、日時間7月1日、4度コロチでのタイガース戦で頭部に支給を受けた。その後、代走が送られ途中交代。地元放送局、バリー・ウエストのレポーター、エリカ・ウエストンさんも、まさに恐怖ですねと心配そうに見守った。3番、左翼で出場し、9回先頭で迎えた第4打席だった。右腕ミラーが投じた93マイル、約 149.7 キロのフォーシームが頭部に直撃。ボールは跳ね返らず、地面に落ち、ウォードは立ち上がったまま膝に手をついた。捕手は心配そうに見守る中、自ら歩いたが、代走が送られ途中交代した。ウォードは昨年7月に子宮で顔面を骨折。そのままシーズン終了となった。ウエストンさんによると、ロン・ワシントン監督がウォードは無事であることを試合後に明かし、ヒンチ監督とミラーから謝罪を受けたという。ここまで81試合に出場し、打率243、14塁打、43打点、オプス767、今季から大谷翔平投手がドジャースへ移籍し、トラウト、レンドンら主力が離脱しているだけに、さらなる離脱は避けたいところだ。フルカウント編集部。